そういった叙述の魔術っていうかな、魔法から解き放されてみると、うん、このロジオンっていうのは本当にろくでもないやつなんですよ、うん、ね、田舎から出てきて親から仕送りもらって、ね、まず何をやったかというと山高帽を買ったんですよ、うん、山高帽っていうのは、うん、あれは同期生のね、うん、つまり同時の紳士、貴族、貴族が、うん、青年貴族がかぶるような帽子をかぶっている、うん、で当時の学生帽っていうのは今の半人みたいな帽子なんですから、で街灯をね、新調してね、気取ってね、ペテルブールを歩いてるわけですよ。それでいろんな古事記にこう、うん、こうやってやったりしてるわけですよ。ね、で、その、で、ナタリアとね、どうしてそういう関係になったか、そんなことちょっと、ただで女が抱けるわけですよ、ロジオンにしてみれば、うんうん、ね、そうすると、そういったその小窟みたいなところに行って、うん、女を買うとなると金を取られるでしょ、うんうん、ところが下宿の娘手を出せば、ただなんだ、うんうん、ね、しかも口約束だけの結婚の約束をしてですよ、うん、で、そのお上からは150人の金をね、うん、やっとんでもない男になってくるんだ、だんだん。そうするとね、いやいや、ちょっと待ってね、初め罪と罰を読んだ時のイメージは僕は僕として持ってるんですよ、うん、ね、長野さんもずっと持ってると思いますよね、うん、ところがね、何回も読んでいくとね、ええー、って思っちゃう、うん、でね、ペテルブルの本学部ですよ、うん、例えばね、僕らがね、最初に読んだ時とかね、文学部の青年とかね、なんか哲学青年みたいな感じで受け止めるんですよ、うんうん、そうじゃないんじゃないか、ね、法学部で法律を学んでる、うん、ね、しかも将来は、ね、うん、弁護士になるか官僚になるかみたいなことを目指している、ね、うん、そしてラスコーニクの債権をね、うん、母親から言い渡されている子供なんですから、ね、うん、であの子供がそれに挫折していった時に、うん、あっちの方の踏み越えの方に行くんだけれどね、うん、だから僕は原寸大で見てた時にね、うん、ものすごく描かれざる部分がものすごく面白くて、うん、そうすると、うん、ドストエフスキーは何を書いてないかというと、うん、ほとんど書いてませんよ。つまり、うん、ね、うん、そのロジオンの幼少時代で、うん、ただあの野生マン殺しの夢という場面で出てくるだけなので、父親はほとんど出てきませんよ、ね、それからどういう教育を受けてきたのか、うん、ロジオンは、うん、あの妹もというのも年もですからね、うん、人と違いですから、うん、あの二人がどういう教育をしたのか、どういう友達がいたのか、うん、ね、クラスメートなり何なりからどのように見られてたのか、うん、村人たちからどう見られてたのか、うん、特にドゥーニャなんかはすげえ美人なわけですから、うん、ものすごい美しい娘が他のね村人の男の子たちからどう見られたのかなんて一切書かれてないんですね。だから未亡人の、ね、未亡人がどうやって生計を立てたのかでも書かれてない。でその時にかろうじてですよ、ヒントとしてあるのは、ドゥーニャがシビリル街道を誘惑したってことでね、マルファーから追い出されちゃうでしょ、タクシー馬車からね、乗ってで来た時にタオルを乗られるでしょ、黒いタオル、ね、あれはドゥーニャが地主の、ね、旦那を誘惑したということで塗ったみたいに書かれてるけども、そうじゃないと思うんですよ、ね、ラスコーニ家の未亡人プリヘイリアからドゥーニャ、その、ね、なんかあの未亡人はそういうふうなねやましいことをやって金を貯めて息子をその首都ペテルブの大学に入れてんだみたいなことが、ね、あって、で黒いタオルを塗られるわけですよ。だからそれは単にそのドゥーニャのことだけで塗ってるとは思えませんね。そうすると、うん、ドストエフスキーは、うん、そんなことまで一時書かないけれども、うん、読み込んでいくとですね、うん、描かれざる膨大な闇が開けてくるんですね、うん、そうするとポイントポイントで、うん、人物名においてもね、うん、あ、ちゃんとそういうことは残しちゃったなってことですよ、うん、だから江川さんはその、うん、ポルフィーリーがね、うん、初めてそのロジオン の、うん、その、 あの犯罪に関する論文を読んだ時に、うん、何に注目したかっていうとあのイニシャルだったんですね、うん、LLL、 でこれはロジオン・ロマノビッチ・ラスコニクという名前で、これはまあ僕らにとってはね、まあ、そんな名前だろうと思うけれども、つまりロシア人から聞くと、ロシア人が耳にすると全くありえない名前だということを江川さんが調べたわけですよ、ソビエト人名辞典かなんかで。そうするとロシア人の中に LLL というね、の毒ひっくり返したようなあのロシア語文字イニシャルはないと。で初めはそのバシーリという名前だったんですよね、ロジオン創作ノートの段階でね、だからバシー・ロマノビッチ・ラスコニクと、BLL だったらまだあり得ると、LLL はないと。ということは非常に人工的な名前ですよね。だから、ポリフィアそこに気がつくわけですよ。面白い名前だな、ね。だから、その最初にそのロジオンと会ったときに、そのことをからかうわけですよ。あなたのおっしゃるその天才、非凡人というのは、なんか特別な印でもあるんですかって聞くわけですね。だからそれは当然 LLL があるわけですよ。でその LLL は666なんだということを最初に指摘したのは江川さんで、だから僕はその江川さんの功績が大きいと思いますよ、ね、その時に
小沼さんが、いやそういうことはみんな知ってたんじゃないですかみたいなことを言ったから、僕は小沼さんに、いやそれはいけないでしょうと、小沼さんは初めてね指摘したことなんで、素直に言いましょうと、あ、それはそうですねって話になって、まあ、あの江戸文化の同窓誌の定談ですね、3人のね、あの3人の定談もまた非常に歴史的な記録になると思うよ。だから僕は思わせぶりにね、それは分かってましたよみたいな言い方を言いましょうと、ね、それはやっぱり江川さんのやっぱりこう神話学的なね、広い地平においてその同窓誌の先をね、読み込んでいこうっていうことも、今までの狭い狭い枠をね、外したわけですから、これはこれできちんと、あの、いやだから清水さんにかかると、あのね、清水さん自体はこうドストエフスキー体験で、罪とかそのラスコリーゴフと自分一体化してて、分かったよね、というところが言うととんでもないやつになって、まあ、それは悪魔のサインを持ってるっていうね、こういう話になるんだけどさ、あのどうしてもねそう思えないんだよ。あのだから3冊読んでさ、あそうだって言うんですよ、いや違うんじゃない、いやそうだって、こういうね揺れの中で今こうお話ししてるんだけどさ、ね、その話はちょっと保留にしといて、またね、と思うんだけど、僕がね、面白いなって、長田さんの話なんて面白いなって思ったのね、その斧を振り上げる、ね、路上が美しいってこと言ったことあるでしょ、ね、でその時僕はね、と思ったね、もし違いがあるんだったら、そこは決定的に違うんですよ、僕とあの長田さんの場合ね。だから斧を振り上げて殺すラスコーニングに美しさを感じる人間と、僕は殺される側に行くんですよ、おいふざくんなよお前と、いやでもさなっちゃうもん僕、あのどっちかっていうと非常に細かくさ分析していて、斧のさね、あの峰と刃先ね、刃先はさ自分に向けてるって分析してるじゃん、そうそう、そこら辺はどうなんですか、だから象徴的にね、その解読式はそういうことになりますよね、だから振り上げた時に自分のまず666を割ってると、ね、で割った上でその僕は殺したんだから、それは無意識の状態で、そう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 、だからこうあの突然という人生の発見もね、まあ僕の中でびっくりしたし、ああなるほど、突然さラスコーリニコフって行動するんだよみたいなさ、突然ってことに関してはどちらの研究家が、例えば罪の場合にブドロフって言葉がね、どのぐらい使われてるかってことを、やった人がいるんですけどね、でもそうするとね、すっごく納得いくわけ、そね、その突然なんだと、あの結局出だしのとこだよね、一人の青年って言って、これはラスコリーニコフでなくてもさ、B でも D でもさ、あるってロシアのね、ね、全てさ、しかも20世紀だろうが、21世紀だろうが、必ずいるんだっていうさ、それが橋を渡るっていうね、あのゾゾッとする出だしがあるじゃない。だから僕は学生に、あの言うときはそれを言うわけです、まずね。だから19世紀ロシアの、ね、一人の青年は、俺にあれができるだろうかってことで、僕はユナを殺し、ジャベータを殺して、復活の証拠に輝いたものになっていると。じゃあね、20世紀の、ね、首都東京に生きている一人の青年、21世紀に生きている一人の青年が、ね、もし俺にあれができるだろうかって考えたとした時に、君にとってのあれとは一体何なのかということをまず聞くわけですよね。そうすると19世紀ロシアの首都ペテルブルクについたロジオンは、ね、つまり老婆ルナが殺せるかから始まって、俺に本当に大臣に接吻することができるだろうかとか、俺に自首ができるだろうかとか、俺に皇帝が殺せるだろうかというところまで行くんだと。しかしこの皇帝殺しで終わっていたらね、罪と罰はそれほどの小説じゃないよと。つまり復活なんだと、バスクレシーン、つまり俺に復活ができるだろうかっていうことが 大いなるテーマなんだよと、まあ、だそこまでいくわけですね。だからそれは革命か神かっていう問題とね、つながるし、でここでちょっと一人言いたいのはね、今我々が生きていて、じゃあ俺にとってあれってのはね、例えば五条にとっては僕の読みに行けば復活まで行くんだけど、俺に復活ができるだろうかってなるんだけど、じゃあ僕にとって一体何なんだろうっていうこと、いやだからそれはそれは現代的なね、そうそうそう、だからそれは僕はね、さっき言ってきあのキリスト教っていうのはね、世界のね、さまざまな豊かな宗教の中の特殊ケースなんだよってことを言って押さえておいて、でそれが結局なんていうのかな、本当に不思議なんだけど、あのキリスト教っていうね、神学の、まあ、天動説ですよね、一番わかりやすいところで、あの天動説がなければね、地動説なんてね、あんだけね切磋琢磨してね、あの構築できなかっただろう。しかもマルクスの資本論までいくね、経済学だとかさ、自然科学の原理も結局アンチ、あのね、煮ても焼いても食えないさ、
キリストの持ってる復活っていう概念をめった打ちにしてさ、ね、ダーウィンもそうだけど進化論とかそれなんですよね。それやって結局さ今何が残ったかって言ったら科学万能主義でしょ、金が全て、ね、経済市場主義があってもう人間すらいなくなってしまってるっていうとこに僕ら溺れかけてるんじゃないか。これが僕は21世紀だから。そうするとあれとはさもう単純ですよ。俺に解放会出るだろ、違う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 、さっき言ったさ死者を復活するっていうこと、また死者は生きているって言えるのか。だから宮沢賢治があの都市を求めてさ大津区まで旅するじゃないですか。あの雲は都市かもしれないとかさ、いや科学的に言ってそんなことありえないって、下がりますよ、ね、そう下がりまで行ってああいう苦悩っていうものがさ、やはり僕は非常に引っかかってるわけですよ、ずっと。僕中村さんに聞きたいよね、うん、同じことも、はいはいはい、そのキリストが復活であり、うん、命であるってことを信じてるんですか、うん、あのね、うん、これはだから僕もその個人史を語らなきゃいけないんだけどなんでね、まあ僕の 本に関わるある人がね、僕は感謝してるんですよ、うん、なんかある日ね、うん、中村さんなんで自殺しないのって聞かれたわけよ、うん、中年になってから、うん、え中年っていつもなんですか。いや僕は40代から代、そうそうそう、ね、ね、早く死ねばいいのにっていうのは言い方なんだよなそうすれば伝説になったのにって言うから、あれ、うん、考えに言うと僕自殺って一回も考えたことないんですよ。ね、うん、ね、僕考えた、ああそう、で自殺って全然考えたことないし、変な言い方だけど前向きなんだよ、あのね、考え方は、うん、考え方は変だな、うまく言えないんだけど、それで、なんていうのかな、まあ、あるね、まあ、浦さんという人がさ2年前亡くなって、これはね、なんと低周波振動っていうの、低周波振動ってあるじゃない、あのビル、みたいにね、こう上がってくるんだなって、何か言いたいことが今にも出てくるからさ、お話ししやってんだけどね、何にも言わないんだよ。今も来るって、来る来る来る、いや、それがあの、もしかしたら緑のショールかなんかぶってます。いや今度確認するけど、あのくるっと回ってます、多いね、あの強くなってるってことが一つ言える、もう一つ強くなってるって、その波動が、波動が、うん、つまり変な言い方だけど痛みですよ、うん、ね、僕あの母親が死んでも、うん、父親が死んでもね、全然何も感じなかったの、うん、ね、うん、あの、なんていうか鈍感なんじゃないんだよ、うん、なんか守ってくれてるみたいなさ、うん、だからもう僕はただそこで暴れて泳ぐ子供ではいいぐらいにあってさ、今でも毎日こう、まあ小さな仏壇だけどね、母には水をあげてて、墓参り行く気ないわけね、なぜなら毎日母のことを考えてるからね。で、父のこともずっと考えるようになったけれど、全然痛みってないんですよ、後悔も。ただね、そのね、中野さんなんで生きてんのってさ、いやそのある男だよ、ね、でね、僕捨てます、その知ってると思うよ、うん、まあ、それ言うとさ具体的すぎるからちょっとまずいんで、あの遠い人ですよ、うん、それでふっと思ったのはね、やっぱり僕には年子の弟で英治君っていうのがいてさ、あの、英治、英語の英治、そう、おさんかな、うん、で、年子なんだね。で、僕がね生まれた時からどうしようもないこう暴れん坊だったらしいんだね、あのわがままでさ、それが弟が生まれたと言ったらすっごくおとなしくなって、弟思い あのいいお兄ちゃんになったんだ、僕が、うん、それでコロッと死んじゃったわけよ、栄養失調、だから1944年生まれだから、僕は1945年に生まれて6年までには死んでるんですね。そしたらまたこう暴れん坊になっちゃったっていうさ、僕はね、で僕は一人っ子だと思ってたわけ、姉も存在しないからさ、姉と弟の関係なんだけど、姉も僕の中にいないのね、いるのは母だけなんだけど、その僕がね、さっきの質問でね、よく考えたらこれ今弟のさ、あのグリム童話じゃないけど命のろうそくもらってんじゃないのっていう
ふうに感じると、うん、なんか一つ納得できてるっていう、そういうことかな、うん、だから実は考えない、全然考えたことないね。なんか話がなんかずれたかな。ずれてる。え、その復活は信じるんですか、うん、そのキリストの言う、だからそういうことです。私が復活で、その英二君のことを考えた時に、うん、僕はね、母親のことを何も感じないって言ってるでしょ、父親のことも。で、英二君のことを考えて、一つ今浦さんのことを考えてるじゃないですか、うん、ちょっとそれは生きているっていうことに僕はつながってきてるわけ、うん、だからあの十字架にかかったイエス・キリストがさ、結局下ろされて、それであの女性たち、マグダラのマリアたちから引き出されてさ、ね、でその後どうなったのかって問題が僕はずっと引っかかっててさ、だってギリシャ人にさ、ね、笑われるわけですから、あの死者が復活するなんてギリシャ哲学知ってんだからさ、それからあの神がね、肉体を持ってね、ホルバインのキリスト像じゃないけど腐ったりするかってユダヤ人にとってはさ、冒涜だって言われるわけでしょ。で、エモアの奇跡で、あの僕はレンブラントの絵で感動した男だけどさ、ね、あの彼がさ見たキリストっていうのはね、見えるものに見えるわけよ。ということは何を言いたいかっていうとさ、さっきの肉体としての存在っていうのはさ、ね、結局霊化するとさ、霊的な存在としてもね、見ることができるっていうふうに僕は感じ始めてるわけ。んで、これは例えば僕は今土方の辞める舞姫っていうか、土方辰巳研究著説っていうね、あの広報をまとめて辞める舞姫の家の構造を作ってさやるんだけど、そうすると現実的に生きてた土方辰巳が僕にとって問題じゃなくてさ、辞める舞姫っていう本ですよね、残ったインクの染みだよ。でもここにね、僕は肉体を感じてるっていうことなんですよ。だからこれはだから神秘体験って言ったじゃないですか、清水先生と僕の中でどっかね全然違うんだけど、やっぱり今日話す核は神秘体験じゃないかなって思ってるわけ。で、これは中村さんが踊ってるってことは今日初めて聞いたことになったんですよ。武将もそうだよね。それだね、武将もそうなんですよ。そうなんですか。武将ラスコニコフ死んでるのよ、うんうん、一人弟がね。弟ですか。弟だと思ったね、うん、僕は、うん、ね、知らない、うん、死んでんだよ、うん、だから面白い、面白いじゃん、うんうん、まあ、そういう一つ感じます。だからね、まあ、だからそこら辺のね、僕はやっぱり手塚治虫っていうのはあなたの本を、清水さんの本を読んでね、ゾッとした。神も、僕にとって少年時代憧れだからね、鉄腕アトムじゃないけど、そういう作家がね、まあ、漫画家なんだけど相当な男だなと思って、しかも彼って睡眠3時間じゃないですか、あの手塚治虫さんの特集、どんどん寝なかったですよ。そう、それでコンビニのおにぎり食ってたよ。全然趣味がないのね、変な言い方だけど、なんかそういう想像するとかさ、もうそういうことはもう毎日溢れててさ、時間が足りない、時間が足りないって言ってるでしょ。すっごいエネルギーを感じたんだけど、清水正史の漫画、ね、手塚治虫の罪と罰を読んだ時ね、ゾッとするものを感じた。この存在感は、僕は、あれなんだな、罪と罰の中に出てくるスビドリガエルフ、ね、ホリフィーリー、二人に感じるんだけどさ、幽霊と、まあ、立ち会い人と預言者っていうことは素晴らしい、分析だっていうことを前提にした上でね、僕のたわごとを言うとね、まずスビロリガエロフに感じることはさ、性欲以外のね、味覚とかさ、触覚とか色彩感とかさ、全然ないんじゃないかと思ってるわけよ。彼は何食っても美味しくないんじゃないか、ん、何見てもどんな美しい絵を見ても音楽を聴いてもさ、ノイズにしか聞こえないとかね、そういう存在感を感じるんだよね、肉体的に。で、唯一彼がさ、生きるっていう実感を持つね、根拠が咽頭ですか、ね、性的な欲望、それから少女病辱とかさ、ああいう時にだけさ生きてるっていうの、こう触ったら冷たいとかさ、あったかいとか、
それからスープは温かいとかね、そういう人物像が最初に出てくるんだよね。だから幽霊っていうのはよくわかりますよ。でポリフィーリーっていうのもすっかりってことを分析してたよね。おしまいになった人間じゃなくてすっかりっていうね。それはショックだったんだよ僕は。だって二十歳の時のあれとちょっと見解違ったんでしょ。全く違います。ちょっと僕はね、ちょっとそのことを説明してください。ポリフィーリーはおしまいになってしまった人間だと、ね、だからおしまいになってしまった人間に復活する可能性あるのかないのかっていうのが僕にとっては重要だったんです、ね、なるほど。それはさっきの例えば自殺の問題でいくと、僕はつまりその高校時代付き合ってた女とみんな付き合ってて別れた時に死のうと思ったんですよ、ね、でそれでまあ回想のラスコリングに書いてあります。で夜の方に歩いてったらその闇に恐ろしさを感じてつまり引き戻ってきたんですね。であの青春の終わりっていう小説をまあ書き始めたわけですよね。で完成しないうちに今奥さんと出会っちゃったんで、それは中断したままなって、まあ、やってるわけだけど、その言語に当たった時に「探りしやんな」っていう「すっかり」って言葉があって、あすっかりおしまいになってしまってるのとポルフィーリーがと、そうすると、ね、すっかりおしまいになってしまってるポルフィーリーがですよ、ラスコレに言うのは、あなたは何をいつまでも考えてるんだと、ごちゃごちゃ、ね、飛び込めばいいじゃないかと、生活の中にと。でその生活も言語で調べたら、言語で地図儀で、ね、つまりそれはキリストの言ってる言葉なんです、命なんですよ、つまりキリストが私が命でやるってことを信じるかって言った時の地図儀なんですよ、おいおいおい待ってくれよと、生活と命じゃえらい違いわけで、だから僕は非常にこう若い頃関連的な生活を送ってるわけですからね。だから幼稚園と来て年寄りなんかしてる。そうするとそういった関連の生活じゃなくて、本当にこう肉体を使って肉体労働してね、朝早く起きて夜は早く寝るというようなのがその生活なんじゃないかと、ね、漠然と思ってた、まあ当たり前だよ ね、当たり前ですから、だからそういう生活をしろと、夜夜中に読書しなんか読んでね、霧で裏の、シャドウだなんて言ってんじゃなくて、まともな生活をしろというふうに思ってたわけですね、ところが、え、ジーズにかいと、命かいと、全く違っちゃったわけですよ、そうすると、ポルフィーリーが言ってることは、ね、すっかりおしまいになってしまったポルフィーリーが、路上に言ってることは、あなたはこだこだ考えずに、ご家庭か並みの分別にね、留まるのではなくて、いきなり飛び込みなさいと、キリストの言葉に、命にということだったのかということなんだよね。そうすると飛び込めば、飛び込んでしまえば、必ず向こう側に、ね、連れてってくれますよなんて言ってるでしょ。へえと思っちゃうよね。そうすると、ポルフィーリーっていうのは、現実の場では予心判事なんだけれども、ものすごい心理洞察家でもあるし、予言者でもあると。でそのね、的確な予言をしているポルフィーリーは、だけど僕から言わせると、ポルフィーリーは作者ドストエフスキーと結託しているから、まあ、その通りになっているんだということですよ。だから、もし強いバトの世界の中に、ポルフィーリーではなくて、批評家清水正志が入り込んでいけばですよ、言いたいことがたくさんあるわけですよ、ロジオ。あなたはね、俺にあれができないかと考えてると、まあ、あれの中には肯定は入ってるのかいとかね、あなたが言ってるあれってのは復活じゃないのかいとかね、それはどんどんいきますよ、僕は。ね、それからお前はね復活の証拠に考えなきゃいけないと、あと2日経ったら明日になればまた自然の方に戻ってくるかもわからないよと、つまり復活の証拠に輝いたロジオンとまた自然の中に入ってくると、振り子時計のようにね、お前はそうじゃないのかっていうのもあるわけですよね、清水正志は僕の中には。だから僕はそのロジオンに対してですよ、ね、つまりロジオンはそれで小説を置いたけど、ね、僕の中で終わってないわけで、で僕の中ではね、本当にさっき言ったように真夏の夜に、ね、夢であったり、それからまた自然の方に戻ってきたりっていうのを、ね、行ったり来たりしながらお前さんは死んでいくんじゃないのっていうのもあるわけですね。でいろいろな思いがあるんですよ。だから僕は繰り返しになるけども、ソーニャというね、青白い痩せたいつもこう手を揉み開いてるようなね、そういうね、女ですよ。だから色白やと言われる、修復婦人だと言われる、そういう女にね、おっかさんと呼ばせるんじゃないよってのあるんで、僕はこれはドストエフスキーに向かって言ってるの。そうですよ、ね、やっぱりこう、ロシアの女っていうのはね、やっぱりドストエフスキーは16歳の女が一番美しいって言ってるけども、それを過ぎれば、まあ、まるで人種が違ったりになるわけですよ、ビアタルってね。で、そういった巨大なマクロシカ的なね、そういう女、それを僕は母性と名付けたいわけで、それがおっかさんであってね、だからもし僕が罪と罰をその具体化するんだったら、こんな太った120、30キロぐらいあるような女を葬儀役にしますね、それで、
老人をこう抱きしめるようなね、そういうのにしますよ。だからそれ巨大な本当にマトリョーシカ的な包み込むような母性がですよ、しかし実態は実質はソーニャのように痩せこけた女でも構いませんよ。しかしその巨大な何もかも包むような母性、ゴルフィーリもおいで、スペルガイルもおいでっていうね、そういう母性を僕は持ってるわけで、だからそれはさ空想に過ぎない、いやそうじゃなくて清水正史文学の根幹にあるのはそういう母性ですね。そういうところからドストエフスキーの文学を見たときにやっぱり弱いなと思っちゃいますね。いやそれはねちょっとねついていけないっていうかダメだね、うん、だってあれ読みましたよ、オイディプスを読むって、いいこと。